どうもパシーチャンネルです。今日は機関車トーマスのテレビ絵本シリーズの9トーマスとジェット機というお話ですね。はい、ジェット機というとジェレミーのことをね、僕この絵本というかこのストーリーで見たこともないですし、ね、どんなキャラクターかもわかんないですし、実はちょっと今日楽しみにしておりました。それでは読んでみましょう。トーマスとジェット機です。トーマスとジェット機というお話です。トーマスは走ることが大好きです。でもトーマスが一番好きなのはトップアームハット橋の鉄道で働くことでした。 CG 版だと思ったらこれ模型なんだ。顔がなんかすげえ CG っぽいね。今日はソドー島のサマーピクニックの日です。トーマス、空港で子供たちを乗せてピクニック場へ連れて行ってくれ。トーマスに特別な仕事を任せるためにやってきたトップハムハット卿が言いました。あ、トップハムハット卿のセダンだね。トーマスはワクワクしながら空港に向かいました。なぜなら空港はできたばかりで機関車たちがみんな行きたがっていたからです。すぐに空港に着きました。トーマスは見たこともない管制塔や大きな格納庫にしばらく目を奪われました。格納庫、飛行機が閉まってあるとこだね。これは管制塔だね。その時です、空の方から聞き慣れない音が聞こえてきました。空を見上げるとなんと白いジェット機が着陸するところでした。トーマスはジェット機を見てなんて素敵なんだろうと思いました。なんか CG っぽいな。模型なのこれ本当に。トーマスが格納庫に近づくとちょうどジェット機が入ってきました。こんにちは、はじめまして、僕はタンク機関車のトーマスだよ。どうもこんにちは、僕はジェット機のジェレミー。空を飛ぶのってとっても気持ちいいんだろうね。その通りだよ。それに自分の好きな場所に飛んでいけるからね。空を飛ぶことは世界で一番楽しいことさ。でもトーマスはジェレミーに自慢されたと思って面白くありません。なんかハロルドも同じような自慢をしてなかったかな。僕は線路を走るのが好きなんだ。トーマスは急いで子供たちを乗せるため駅に向かいました。二度とジェット機になんか話しかけないぞ。トーマスは気を取り直してピクニック場に向かいました。空港を離れられるのが嬉しかったのです。ところがカーブを曲がると信号が止まれになっていました。すると聞き覚えのある音が近づいてきました。なんとジェレミーです。ジェレミーはトーマスの真上を飛んでいきました。ジェット機は信号で止まらなくていいなんてずるいや。トーマスは怒って言いました。トーマスはピクニック場に着きました。子供たちはシートを広げてとても楽しそうです。でもトーマスはとっても寂しそうに言いました。ジェット機だったら自分の好きなところに行けるのに。僕もジェット機だったらよかったのにな。でも機関車はみんなをピクニックに連れてこられるよ。話を聞いていたパーシーが言いました。表情が CG っぽいよねマジで。その頃ジェレミーが空を飛んでいると空に雨雲が広がってきました。風がどんどん強くなってきました。ジェレミーはうまく飛ぶことができません。そしてとうとうジェレミーは出発した空港まで引き返すことになりました。ジェレミーが空港まで戻ってくるとそこへ子供たちを送り届けたトーマスが通りかかりました。トーマス、嵐が近づいているんだ。このままだとピクニックが台無しだよ。なんだって。トーマスは急いでピクニック場に戻りました。みんな急いで、嵐が近づいているんだ。それを聞いて子供たちは慌てて片付け始めると急いで兄とクララベルに乗り込みました。でも子供たちはピクニックが中止になったのでとても悲しくなりました。その時トーマスはいいことを思いつきました。急いで空港までやってきたトーマスはジェレミーを見つけると言いました。お願いがあるんだ。格納庫で子供たちにピクニックをさせてもらえないかな。もちろんいいとも。子供たちは大喜びでピクニックを始めました。トーマスもジェレミーもよくやってくれた。君たちは本当に役に立つな。トップハムハット卿に褒められてトーマスは自分が機関車で本当に良かったと思いました。トップハムハット卿がどこにいるんだ。トト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 トハゲてるやん。トーマスのジェット機というお話でございました。なんだか模型版の割に顔が随分柔らかくなってるんじゃないかな。気のせいかな。ちょっとパッと見ちょっと CG かと思っちゃうぐらいね、フォルムが随分初期の頃とは違って、こうなんていうかな、やんわりしたとかはんなりしたとか丸っこくなったというかね。
うん、表情がすごいなんかマイルドになった気がします。こんなのね、ほんと CG のパーシー見てるみたい。これ模型版、模型版だよね、これ CG じゃないよね。模型版もなんかこんな感じになったんだ、最後の方は。わかりませんけども。はい、ということで今日はですね、トーマスとジェット機というお話ですね。ジェレミー、初めて僕も読んでみてこんな感じのキャラクターなんだってちょっと勉強になりました。そしてトップハムハット機は完全にハゲてるおじいさんということもよくわかりました。ということでまたご覧くださいね。バイバイよー。